NHK が大炎上、理事の高額報酬と甘下りで自民党和田正宗が激怒。1月31日に自民党の和田議員がツイッターにて次のような発言をいたしました。自民党の総務部会で NHK の良さの審議を行った。これまでも NHK の理事の高額報酬を追求してきたが、NHK は全くやる気がない。理事の報酬は2206万円だ。 理事は現在、全員が内部昇格している。NHK の退職金を得た上で内部昇格し、2年間理事を務めるだけで、理事の報酬プラス退職金で5400万円と高額だ。受信料が原資だ。国民に説明できるのか。さらにその後、NHK の理事が関連会社、関連法人に甘くなれば、高額報酬が続く。昨年、 NHK の理事を退任後、NHK 厚生文化事業団理事長になった人物がいるが、理事長の報酬は1260万円だ。金会社や法人の収入は NHK からの仕事の受注、受信料収入が元だったり、NHK の名前で資金が集まるのだ。引き続き追求するなどと批判されておられまして、このように NHK が大炎上してしまっておりますが、 こちら、NHK の理事は民間企業でいう取締役であり企業の場合は取締役の経営センスで利益を生んでいると言えるため総の報酬が支払られるのは理解できますが NHK の収入は受信料であり理事に高額報酬を支ゃる合理的な理由はございませんまた会計検査院が NHK 本体への決算を検査しておりますが NHK の関連企業団体までは 検査ででできていないといいなとう問題もございますですので検査対象を広げる必要があるでしょう。さらに、NHK の職員は公務員ではないため、安下りは禁止されておりませんが、放送法を改正すれば、規制することは可能です。和田議員など国会議員の皆様には、国民の受信料が適正に利用されるよう、速やかに対策を講じていただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。